はい、この度はお時間ありがとうございます。ありがとうございます。ではまずはじめに軽く自己紹介の方をお願いいたします。はい、小西翔です。はい、東京モード学園を2014年度、高度専門士コースを卒業し、1年ニューヨークに渡米して、パリのパリスカレッジバートオートクチュールハイテクノロジーファッションデザインコースの、大学院を、今年の5月に卒業し、現在一時帰国中です。はい、ありがとうございます。で今回友達ミクロフェローシップへの応募のきっかけを教えてください。はい、僕が卒業した東京モード学園っていう学校に後期留学って制度があって、でその時に僕は出身が高知県で、そこから東京に行ったんですけど、その時にまあ日本の中心地に行こうって思って行って、でその後世界の中心にネクストステップだって思って行った時に、まあ、留学をその後期留学制度に選抜していただいたので、視野に入れた時に、まあ、ニューヨークのファッション学校であるパーソンズをまあ知り、でそこでこう自分なりに調べた時にこのユニクロの奨学金制度に出会い、でそこから僕はニューヨークに住んでた時に先代の方々にまあお会いするきっかけがあって、でそういう人たちからまあ情報を得て、今こういうふうに幸いなことにこうつなげていただいてるっていう感じがきっかけです、うん、おめでとうございます。じゃあ特にパーソンで学べることで期待されていることは何かありますか？はい、はい、僕はまあ東京のファッション学校で4年間、まあ、技術をメインに、まあ、学んできて、でニューヨークに1年行った時にまあちょっとだいぶ違うなっていうことにちょっとこう気づいたので、でまあその時は教育、ファッション教育を受けることができなかった。でその次のステップでまあパリに行って、パリで教育をこう受けて、まあまた全然違った考え方だったりとか環境だなと思う、まあ、感じたので、まあ、次のパーソンズではアメリカのファッション教育ってものにがどのようなものかなっていうのにこう期待してます。プログラム卒業後の目標を教えてください。はい、目標は、そうですね、まあ、僕の、まあ、目標は、まあそうですね、さっき言ったように、まあ、東京に行ってニューヨークを挟んでパリに行って、で僕がそのまま住んでみた感じで、まあ、ニューヨークが一番僕の中ではすごく合ってるなというか、この街で仕事がしたいって、うん、まあ、直感的に思ったので、まあ、卒業後はこの2年間という期間を使って、自分のこの街、まあ、ニューヨークの街で自分なりのなんかこう自分にしかできないなんかお仕事っていうものを掴んでいきたいっていうのがあるので、その目標に向かってこうプログラムをこうやっていきたいなと思います。はい、頑張ってください。はい、じゃあ日本人として米国に渡って勉強するにあたって、はい、日米関係の架け橋としてどのように貢献されたいとお考えですか？はい、まあ、政治的なことはまあ分かんないので、まあ、自分ができるなって思うことが、やはり僕がまあ先代の方たちはまあロンドンでファッションを学んで、今パーソンに行かれたり卒業されてる方たちなので、僕はきっと日本のファッション学校卒業後の初のこうプログラム参加なので、まあ、日本のファッション教育っていうものを、まあ、米国に、まあ、持ち込み、でその米国のファッション教育を逆輸入してこう日本に持ち帰るっていう、そういうパイプの、まあ、架け橋に自分がなれたらなと思います。はい、ありがとうございました。